おっす、オラ永田。今日はエクバ2、間違えた、マキオンのグフカスタム視点。本来はね、エクバ2で撮ろうと思ったんだけど、まあ仕方ねえよな。この機体ね、いつかね、自分の手で出そうとすげー細々と練習してて、ようやく今回日の目を見ることができました。まあ先んじて配信で公開しちゃったんだけど、まあ永田ってね、こういうトリッキー系キャラ、ズサキャンだとか地層移行だとか、そういういわゆる普通ではない機体って使えないとね、思われがちだと思うんですけど、今回の動画でぜひそれをね、払拭していただきたい。もう俺がね、ちょっと本気を出して時間を費やせば使えない機体ってのは多分ないんだよな、多分な。さて話は変わるんですけど、バーサスシリーズのグフってさ、動きめっちゃかっこよくね、特格のヒートロッドでぴょんぴょん飛んで、ガトシで敵を追い詰めてかっこいい格闘を入れるみたいな。俺ね、バーサスシリーズのグフの動きって奇跡だと思ってんだ。原作でのノリスの卓越した操縦技術っていうんですか、まあ、それがあればこそできるヒートロッドアクションをね、うめえ具合にゲームに落とし込んだなって思う。まあ、これはガンダム VS ガンダムからずっとこの仕様なんですけど、昔からね、かっけえな、使いてえなって思ってたんだけど、まあ、今回ね、こういう動画を出すという形でようやく使えることができましたと。よかったね。まあその分結構ね、いつもより時間かかったりしたよね。まあいろんな人の動画見たりして、あとはフルブぐらいにね、投稿された解説動画とかもかなり役に立ったりして、やっぱ解説動画っていいね、神だね。特にグフみたいなちょっとね、他の機体より知識を持っておかないとまともに動かせない系のキャラのね、解説動画は助かる。これからもよろしく。あとさ、マキオンからのグフカスといえばさ、格闘が一部リニューアルされたじゃないですか。あれめちゃくちゃかっこよくないですか。特に横角、何あれ、一回ピョンって離れるのやばすぎる。初めて見た時ね、語彙力消失オタクになったんだよな。かっこいい、こいつの横角は本当にかっこいい。あとブーストラッシュ格闘もね、最終段付近の剣引っ掛けてガリガリってやるところすげえかっこいいし、この機体モーション面だけ見るとね、めちゃくちゃ優遇されてるんですよね。愛されてると思います。まあ、そこら辺のね、かっこいいやつは全部当ててきましたので、ぜひ最後まで見てってください。さて、そろそろ対戦の方を見ていきましょう。お相手、X1 フルクロスとフリーダムガンダム。あ、今のやったの。ステップ、玉切れ特角、空特角ですね。この動き好きなんだよな。まあ、普通の機体の降りてくと通ずるものがあるから、後ろ角の道路からステップで出したりと、まあ、そこら辺使いやすかったですね。さあ、ガトリングシールドからヒートロッド、角と後ろ派生と、これ好き、量産型ガンタンクグリグリ攻撃。原作でもね、すごいインパクトのあったシーンですけど、これをやるためにグフ乗ってると言っても過言ではない。火力も出ますしね、ちゃんと出し切れば。暇があったらやっときたい派生といったところか。さあお次は特角を絡めてフリーダムに接近して、フルクロスが近いので特殊格闘で離脱。いや、ほんとこれでね、ピョンピョンしてると、あれ、もしかして俺ノリスパッカードじゃねえみたいな、そういう錯覚に陥れるので、グフカスタム使ってみると面白いんだ。ほんとここはガバガバコンボ、どっかで後ろ馳せ入れておきたかったが、スカルヘッドナックルで痛いダメージ240も減るんだな。 F 覚醒中とはいえ、さあ覚醒を使って逃げつつ攻めつつ、ガトリングシールドでフルクロスを落として、フリーダム追いたかったが、さすがにこれはシード発動されそうなので、まあ一旦見過ごしていって、ビーム一発被弾してからガトリングシールドをヒートロッドから道路で追撃。道路もね、原作だとすごいかっこいいシーンの一つで使ってたんですけど、まあ、このゲームみたいにピョイとは出さないんですけどね。ゴゴゴゴゴ、うわーすげー強いぞグフカスタム、白もビビってらーみたいな、そういうすごいかっこいいシーンだから、まあ、みんなね、とりあえず08見ろ、08。特にね、泥臭いガンダム見てえならほんと08を進める。戦闘描写とかもね、すげえ丁寧で、あ、今の最後のブーストラッシュ格闘ね、あーかっこいい、最高だグフカスタム。で08の話に戻るんだけど、全11話か12話くらい、ワンクール分しかないから、まあ、見やすい部類ではあるんだよね、ガンダムアニメの中でも。とりあえずアマプラとかガンダムチャンネルで100数十円くらいでレンタルされてるんで、1話だけ見て、最初のボール K 型と高機動型、高機動試作型ザクだっけ、そいつの対戦を見て心つかまれたのなら、最後まで走り切ってほしいなって個人的には思うね。さあその流れで3戦目を見ていくわけだ。お相手、リボーンズガンダムとパーフェクトガンダム。ガトリングシールドからブーストラッシュ格闘1段、
そして保険のガトリングでダウンさせてと、リボガンを追っていく。ガが避けてヒートロットをしっかり離脱して、このちょっとしかないブーストを使って空特化、ちゃんとステップも絡めて、ここはねちゃんとそのなんだろうな、アメキャンキャラとか使ってた、まあ、そこら辺の経験が生きてるんじゃないでしょうか。パーフェクトガンダムにガトリングから後ろ挟グリグリとやって出し切る。ガトリング指導でね200超えればいいような気がするけど、他にもっといいコンボとかあったりするのかしら。さあリボンズガンダムのファングはステップで手堅く避けてから特殊特化使って、このステージ中を無尽に駆け巡る感覚スコです。さあ地味にブースト回復テクニックとかを見せながら、サブステップでブースト回復しつつ、横格闘から高速道路でダウン、そしてあらぬ方向から飛んでくるメガ粒子砲、ちなみにこれコインの誤射ですからね、悪い相方ですよ全く。さあここからはコストオーバーしたリボガンというよか、パーフェクトガンダムの方が速そうなので、そちらを2人で見る。ガトリングでパガンダウンさせて格闘を見せつつ、特格で離脱するときは離脱する。相方のローゼンが落ちて、まあとりあえずパーフェクトガンダムの S 格が終わるの待ちですね。今の地味にブースト回復テクニック失敗して、地上特殊もね狙ってみたんですけど、まだちょっとその領域には早かったな。ヒートロットで捕まえてからこの横角がかっこいい2021。そしてそのまま置き攻めの体勢に入る。ジェットコアブースター過労死寸前くらいまで、コキ使ってやるが、ここはダウンさせられるが相方のいい援護。そして覚醒してパーフェクトガンダムにガトリングシールドを叩き込む。こういうのなんかねすごいグフっぽいですよね、バーサスシリーズの。覚醒して強いガトリングを押し付けるみたいな、まあ、そんな感じで終了。さあラストの対戦のお相手はゴッドガンダムとアルケイガンダムの両機バリバリの格闘機体ということで、とりあえず距離を取って、まあ、どこかでねガトリング挟み込めないかみたいな感じで機を伺う。この機体ね、逃げに関してはムーブさえ覚えてしまえばなるほどなって感じなんだけど、攻撃差し込むのがむずいって思った。真にやり込みが出るとしたらこの部分なのかな多分。さてアルケイとの疑似対話になるか。ガトリングは追いつかず、特殊格闘3発叩き込まれてしまって痛いダメージ結構食らったな。一旦ヒートロットで逃げつつブースト回復セコセコやって、ガトリング当ててから後ろ挟グリグリやってたらスラッシュ飛んできたので、特殊格闘ジェットコアブースター使って離脱。相方がやられてるのでよろけだけ取って、まあ、25相方なんでね先に落ちてもらいたいので、まあ、今の道路とか結構いい感じなんじゃないですかね。なんかすごい1500コスト版ガガみたいなノリかな、わかんないけど。とりあえず覚醒が溜まったので、この体力で溜まるって戦後偉大だな。まあ相方にちょっと前線は任せつつ、まあ覚醒も溜まってるということで、ガトリングもまあちょいちょい贅沢に使っていく感じか。節制は嫌だ。さあ覚醒しつつブースト回復して、ガトリングからヒートロット、そして格技かっけー、これいいっすね。まあ落ちきることはできなかったが、まあアルケイダメージ与えつつゴッドガンダムも減ってきた。ガトリングでアルケイガンダム落として、そのまんまの勢いでゴッドガンダム相方と一緒に弾を巻いていくが、ここは一度離脱。こうやって逃げれるの偉大だよな、さすがにこれは強い。しかし追ってくるゴッドに道路を当てて、確かエクバ2だとよろけでそこから追撃ができるんだっけ。まあまたゲーセン行けるようになったらね、エクバ2の方でもグフカスを使いたいなって思ってるから、マキオンとエクバ2ここが違うというか気をつけた方がいいよみたいなことがあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。なんかコマンドがすげえ変更されてるってのは知ってるんだよね。さあそんなお話をしてたら、相方がアルケイガンダムをブラスティアキャノンで落としてくれたと。というわけで以上がマキオンのグフカスタムの視点でした。いやー長年の夢が叶ってよかった。まあせっかくの家庭用だし無料でトレもしまくれるということで、またなんかむずそうな機体あったらチャレンジしてみようかなって思います。まあそこが家庭用の強いとこだよな。エクバ2アーケードだったらな、グフもここまで練習しようとはならなかったからな。この経験をエクバ2のグフカスタムに活かせたらいいなって思います。それでは本日はここまでにいたしましょう。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷もご期待ください。